はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけども、今チラッと見えちゃってると思うんですけど、こちらなんと、つくもさんの、領域展開が登場いたしましたということで、今回こちら紹介していきたいなと思います。こちらはね、オルカ様の動画でございます。てかさ、みんな聞いて。オルカ様のさ、最近人気やばいくない？マジですごいんだけど、オルカさん。いやね、動画はもちろんなんだよ。動画はもう平均で10万再生っていう、再生数をね、もう毎回のように、当たり前のように叩かれてっていうか、あれだ、叩き出して。で、ツイッターのさ、なんか、いいね数とかも、普通に300とか、ね、400、500とか超えてて、すごいな。もともとやっぱりその、海外っていうかね、なんか、モッドっていうか、やっぱり、鬼滅の刃モッドからさ、すごいやっぱり、海外勢の人気とかもそうだったし、なんか、モッド業界の中でもすごい、なんか、ナンバーワンぐらいの人じゃん。でそこでさらになんかツイッターとか YouTube までなんか人気になってきてすっごい嬉しいんだけど。いやもう、僕は子さんだからね、オルカ様の。登録者僕、おー、一桁の頃から僕オルカさん、おい、知ってたもん。青鬼もっと作ってもらってたもん。僕は子さんを名乗っていいよね。というわけで、ごめんなさい。はい、説明が、ごめんなさい。長くなってしまったんですけど。はい。今回、こちら、つくもさんのね、領域展開。これ、なんか、読み方は、なんか、お任せしますみたいな感じだったんだけど、オリジナルですね。なんて呼べばいいんだろう。なんだったっけな、オルカ様の動画で言ってたんだよな。まあ、ヨハンの名声と言いましょうか。ヨハン。やばい、遊戯王出てくる。5GX が出てくる。ヨハンの名声、こちら、ちょっと打ちたいと思います。磁力は、消費磁力1250が、ちょっとあれだね。磁力上げますね。ちょっと待っててください。ちょっと磁力、クリエイティブだったら打てるね。いきます。はい。さあ、このように、まあ、砂が出てきて、うわー、かっけー！星。そう、星が出てくるんですよ。で、この星なんですけど、ちょっと待てよ。敵が呪霊だったらダメージ受けるかな。ちょっと待ってね。普通にダコンとかやってみるか。ダコン、はい。こうやってやると。出た。こんな感じで。定数ダメージですね。まあ、真人の自閉とかみたいな感じかな。ここにいる間は、こんな感じでダメージを受けてしまうという感じですね。さあ、つくもさん。つくもさんもダメージ受けちゃうかな、これ。出したつくもさんだからな。僕のこれ領域展開だからな。でも、つくもさんももちろん領域展開打ちます。はい。このスポーン、確かこの、つくもさん出るはず。あ、さあ、来た。上書きさあ、上書きしましたよ。確か、もう一体と、こいつ、強い、レレ。強っ！めっちゃ向こう強くね？強っ！ガルダも強いし。つくもさんと、確か、ゲトウ賢者と、あと、実は、まだちょっと紹介してないキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターと、あれだ、その、もう一体、ナナミンだけ、確か領域展開打たなかったんじゃないかな、スポンエッグの。確かね。だから、このつくもさんは領域展開打つ、キャラクターのはずです。で、このつくもさん、やっぱりね、その領域展開自体はもちろん強いんですよ。領域展開自体強いんだけど、あ、ちなみに、ダコンのアニメーションめっちゃかっこよくなってます。ほら、かっこよくない？ダコンのアニメーション。このなんか動きとかもさ、ふわふわくる感じで、で技も手を上げてめっちゃ強い。待って、つくもさん超強くなってない？これ本当にマジで強くなってる。で、このつくもさんなんですけど、やっぱり強さとしては、そのもちろん領域展開ね、その定数ダメージってのも強いんですけど、それ以上に僕が感じるのは、今までってつくもさんってさ、まあ領域展開はないじゃないですか。領域展開なかったから、敵からの領域展開に、まあ、受けっぱなしだったというかね、感じだったんだけど、これ、領域展開出たことによって、領域展開の押し合いっていうのが発動するようになったんだよね、確か。あ、これ見て、ジョーゴもほら、アニメーションというか、いろいろ追加されました。すごいな、これゴルゴンさんですね、確かアニメーション。アニメーション作ったのも。あと、見た目も、ゴルゴンさんが作ったので。おー、すごい、今、彼氏、今、手を前にやってたね。あー、かっこいい、かっこいい、ジョーゴ。あー、見て、ちゃんとね、手の形、なってんのよ。術式を出す時の。さあ、どうだ？ここで、いやー、だいぶ、お、来た！どうだ？僕の前に打つか？飛んでっちゃったー。え？あー、まあ、反転術式あるからか。まあ、あ、そうだよね。ノーダメージなわけはないと思うから。待って、これ、少ないってみるか、少な。少なと、つくもさんなんか、すごいいい勝負するかの、いや、でもさすがにないか。
え、わかんないか。領域展開の押し返しで勝ったらどうする。はい、さあ、つくもさん VS、今までのつくもさんだと確か少ない相手に体力半分。あー、でもこれあれか、反転術式あるからちょっと少なと戦うのはよろしくないか。コマンド出せばいいんだろうけどね。ちょっと今前までと違って反転術式あるからさ、ちょっとそこで、そうだ、そう、こんな感じで回復しちゃうのよ。まあつくもさんももちろん回復はするんだけど、ちょっと少なと反転術式の回復量の差がちょっと違いすぎる。ほら、全くちょっと違いすぎる。さすがにちょっとこれは無理だね。そっか、多分ね、あ、でも領域展開打たない、領域展開打ってくれ。どうだ、打たないか。ちょっと領域展開打たなそう。さあ、ボンバイでどんだけ食らう。あ、ガルダ、ガルダ、さあガルダで、ガルダもなんか結構打つようになってきたな。さあ、やばい、フーガで終わり、あ、終わりましたね。さあ、どれぐらいでしょうか。これ多分反転術式で回復しちゃった、回復しちゃった、回復しちゃった。いや、でもどうだろう、まあ、結構ダメージ与えてたんじゃない、今の見てると。そうだね、そう考えると、ちょっと反転術式がないキャラクターで、まあ、見るのが一番いいんだろうけど、五条先生は無理だもんね。じゃあ特急3連戦いくか。真人、いや、もう特急4連戦、4連戦で果たして、勝つことができるのか。いきます、ではこの4体ですね。じゃあいきます、まずダコン、ダコン。あ、ちなみに花見も領域展開は、追加されております。あの前ね、その前はおそらくそのキャラクター、操作したキャラクターのみ領域展開打てるって感じだった。要は術式に花見の領域展開が追加されてたはずなんだけど、それが、いつだったっけな、1個前のアップデートだったかな、かなんかで花見の領域展開も追加されましたので、ちゃんとスポーンエッグの花見のね、確か最新のではなかった。さあ、ここで、そう、領域展開、これがマジで大きい。やっぱりシルル遊具っていうかね、まあ、領域展開、ダコンの領域展開、ういうわ、強い、いや、まあそのダコンの領域展開を上書きして、自分がその領域展開のデメリットっていうかね、敵からの領域展開受けないっていうだけで相当強いからね。もうそれだけでやっぱり領域展開がある、もうダメージを、領域展開の強さ関係なく、それだけで領域展開あるキャラクターは有利だからな、本当に。さあ、そして花見の領域展開もちょっと見てみたいもんですが、で花見もこれ今見てもらったら分かると思うんですけど、かなり術式がいろいろ新しくっていうかね、そのこんな感じで、その、なんて言えばいいだろうな、新しい技がいろいろ追加されてるね。まあでもこれは1個前のバージョンから追加をされてるんで、あれなんだけど、うん、最新バージョンではないけど、まあ花見自体もちょっと紹介してなかったので、ちょっと今ここで紹介しておこうかなと思って。さあ、花見と今、あ、ちょっと反、いや、まだ反転術式回復してる。多分そろそろ少なみたいにそんないっぱい反転術式使えるわけじゃないので、まあおそらくそろそろも反転術式切れちゃうんじゃないかな。いや、でも特急全員に対して花見強い、強いね君、本当に。では次、ジョーゴです、ジョーゴです。さあ、ジョーゴはちょっと、ジョーゴのちょっといろいろアニメーション見たいんだよね。枯れ木中みたい、枯れ木中、枯れ木中、あ、来た。さあどうだ、枯れ木中を見せてくれないか。枯れ木中、片手をさ、パッて上げて打つみたいな、そんな感じだから、かっこいいんだよね、枯れ木中のアニメーションが。あ、打てないかな。でこれはもちろん走ってる時も、ちゃんとしたこのアニメーションがついておりますと、いう感じだね。さあ、ダメージが326。さあ、そして、あ、どうだ、もうつくもさんなくなったんじゃないかな。おそらく、あ、枯れ木中、今かっこいいよな、マジでかっこいいよな。ちょっと、あ、これ、ちゃんと手を片手ピッてやって。さあ、でも、だいぶ飛んでったー。これどうしよう。まあ、いいか、まあ、人行きましょう。いや、これ待って。これなんか、微妙、なんか、なんだろう、さっきの吹っ飛ばしは良かったのか、倒したわけでは今なかった気がするんだけどな。明らかに今吹っ飛びましたね。ちょっとこれ、あれ、バリアブロックは張るべきだったと私は後悔しているんでしょうか。あー、ちょっと待って、これ反転術式ないぞ。まだこれ、まあ、人がかかって勝たないとなんか微妙な感じになるから、ジョーゴが残り体力150ぐらいだったと思うのよ。だから150ぐらいになるまでちょっと戦わせるか、ジョーゴと。あとで。まあ、わかんない。ここでまあ、人が、つくもさんに勝ては別だけど。さあ、そしてここで、今、抜体を打っているが、私はついていくだけだ。さあ、ここで、マヒトは体力が半分になると、変形するので、変形してからがやっぱり強いね。さあ、そして、あ、164。いや、これ、かなりいい勝負になってきそうだ。これはさっき、私ってか、ジョーゴを吹っ飛ばされ、まだ吹っ飛ばされたジョーゴが悪いと言われたら、うわ、こうなるんだよ。これはちょっと、うん、あ、びっくりした。あ、びっくりした。ガルダで、ね、びっくりした。なんか槍みたいなの持ってると思ったらガルダだったわ。よ。115か。まあ、これ、真人と多分、ジョーゴいたらちょっと厳しかったんじゃないか。まあ、体力、あっちも、半分以上残ってるでしょ。で、こっから第2形態あるから、ああ、よる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 と思ったら、いや、なんか微妙な感じになっちゃった。
まあいや、今回とりあえず領域展開のね紹介だったので、まあそちらができたんで良かったんじゃないかなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。